東京高等裁判所は、東京都千代田区にある日本の高等裁判所の一つで、関東地方及び中部地方東部1と10県を管轄している。略称は、東京高裁。東京高等裁判所は、下級裁判所の一つであり、主に管轄区域に属する各地方裁判所、家庭裁判所からの上訴事件を取り扱う。地方裁判所が第一審の場合には、 東京高等裁判所での審理は控訴審となり、簡易裁判所が第一審の場合で、地方裁判所が控訴審を行った場合には、それに続く上告審となる。その他特殊な類型においては、第一審の裁判所としての管轄権も有する。東京高等裁判所の特別な支部として、知的財産高等裁判所が設置されているが、それ以外に、支部は存在しない。 東京高等裁判所の長は、東京高等裁判所長官であり、同職は認証官である。東京高等裁判所は、現在、24の民事部と、12の刑事部を要している。東京都千代田区霞が関1-1の4庁舎は、東京地方裁判所、東京簡易裁判所との地上19階、地下3階建ての合同庁舎になっており、本庁だけでなく、 私的財産高等裁判所も入っている。北側に法務省旧本館が、東側に東京地方検察庁交通部、東京区検察庁、厚生取引委員会が入っている、中央合同庁舎第6号館 B 棟と、東京家庭裁判所、東京簡易裁判所が入っている、中央合同庁舎第6号館 C 棟、弁護士会館が、それぞれ隣接している。また、 道路を挟んで、西側に国家公安委員会、警察庁、総務省、国土交通省などが入っている。中央合同庁舎、第2号館、第3号館がある。玄関には常時金属探知機が設置されている。裁判所職員、検察庁職員、法務省職員、弁護士以外の一般人は、そこで手荷物検査を受けなければ裁判所内に立ち入ることができない。 任期の後に記したものは5色。民事部は20部、刑事部は10部存在し、各部に3名から5名の裁判官が所属している。改定は、どの法廷も3名による合議で、週3回。江戸時代、備中松山藩城屋敷が置かれていた場所である。備中松山藩主の板倉家は、大岡越前のモデルとなった、名武行、板倉克茂を輩出した家で、 多くの裁きを下した。ありがとうございます。